回はですね、レッスン9の1、とにかく分子の使い方を学んでいこうという探検になります。分子についてはもうすでに習ってるところもあるんですけど、ざっとおさらいすると現在分子と言われるリングの形ですねしたものと、PP とかって一般的に言われる過去分子と呼ばれるもの、受動体なんかで使えましたよね。で、役割っていうのが実は実質これまで習ったのはどんな少年とかね、公園を走ってる少年、まあこういう running in the park とかこうやってね、説明していく名詞の修飾っていう役割があったはずです。覚えてますかね。ここから今日新しくやるのはこの2番の保護っていうもの、次の単元で、副詞としての機能を持つ、こういったものなんてのをやってます。まあ上2つはね、これ形容詞とみなしてくれればいいです。まあ、それ自体はね、全然 B 動詞の後にこれら使ったりとかしますからね。じゃあ今回ね、その保護っていうのはどういう風に使ってるかっていうところで、キーポイントの1から見ていきましょう。キーポイントの1には、SV、過去自動詞、プラス分詞っていうバージョンがあります。名詞を修飾するほかに文の保護になるなど形容詞の働きをしますっていうことなんですが、どういうこっちゃっていうのをまあ見ていくと、じゃあ1番が After the class was over, we all sat talking for an hour ってことで、クラス授業が終わってから後に私たちみんな1時間くっちゃべって座ってたっていう、そういう感じなんね。分詞というのがおまけの補足の情報を加えてる、喋りながら座ってた、何とかしながらっていう風に捉えてくれれば現在分詞の場合は OK なんですね。じゃあ2番の場合は過去分詞、この surrounded っていうのが使われてます。これ囲まれるという意味なので、なんとかされる状態でこれこれしているっていう風に捉えるわけですね。でホワイト先生っていうのが、まあその生徒たちに囲まれて立っていたという文になります。でキーポイント2の方に移りますね。詞役動詞など SVOCっていう風に書いてるんだけど、その詞役動詞をはじめとしてどういう使い方してるかっていうのをね、再度確認していくと、 SVOC っていう形自体は C のところにいろんな動詞の形が入る、 Get とか Make とか Have っていうものは原型を置くことができます。まあ、同様にですね、今回の分詞 ing とか pp っていうのも置くことができるし、なんなら場合によっては不定詞みたいなものが来るケースもあります。大前提としてこういう文型を取る動詞っていうのは限られているので、これは覚えるしかない、残念ですねって覚えてくださいねって例文とともに確認してください。ただ解釈の仕方自体はそのほどでもなくて、この O と C の関係性、ここに主語述語みたいな関係がねじ込まれてるんですけども、この際に、まあ、受動か能動かをまあ考える、この場合 O がっていうふうにがを補ってあげて、でこれ C されるっていう意味が含まれるのであれば過去分詞を使います。そして C する能動の関係があるようだったら、まあ、原型とか ing とか to do っていうのを状況に応じて使い分けるっていうのが基本的な考え方になります。で、和訳はもう常にこれね、主語は O が C する、あるいは受け身だったらされる、 PP だったらねされる のを V するっていう風に捉えてください。のをのこののが意外と重要だったりするんですね。エンジンをかけっぱにするしたままにの状態にしておくっていうリーブとか、ドアがロックと受け身、鍵がかかってるのを気づいただったりとか、まあ、5番のような例文ですね。 I had a bad tooth pulled out っていうのは、これよく見る例文なんですけども、 bad tooth ね、悪い歯、虫歯みたいなものがは抜けられるから pulled out みたいな、こういう使い方をします。ここはもうハブとかゲットを PP とかね、これはもうお約束なんですが、慣用的な表現で用いられるのが多いと書いているものもありますので、ちゃんと見てくださいね。 Make oneself understood とか Make oneself heard、 これ確かによく見る。例えばその自分の考えを理解してもらうっていうのは、 In the presentation I spoke clearly to make myself understood、 これは私自身を理解させるんじゃなくて、私自身が理解されるのを状態を作るっていうところからですね、これ相手に理解される、とか、この後に in English とか言語がついたりとかすると、まあ、言語が通じるみたいな意味でね使われます。あくまで自分自身が聞かれる状態だとか理解されているっていう風な関係性ね、まず大前提のここを、まあ、しっかり覚えておけば解釈自体は大したことはありません。あとはもうパターンを確
認していくのみです。Oh.